皆さんご存知の笛木のりです。学校で使われた方も多いんじゃないでしょうか。実はこちらのりではなくハンドクリームなんです。しっかりと保湿されます。笛木くんのハンドクリームやリップクリームなど女性にとって嬉しい商品ばかりですね。大阪南港では今日から最新の文房具や事務用品を集めた展示即売会が始まりました。3万点を超える新商品を謳った催しですが、会場で特に目を引いたのがロングセラーともいえる懐かしいデザインの商品です。小学校の時から好きだったので、まあ、それがずっと大人になってって感じですかね。もう大興奮で、まだちょっと入ったところなんですけども、ここだけでも結構お金使っちゃって。しかし物価の上昇が消費者の財布の紐を固くすれば、生活必需品ではない商品は買い控えの対象になりやすく、文具メーカー各社は対応に苦慮しているようです。軒並みちょっとまあコストが上がってきてますので、とはいえなかなか価格転嫁もできないっていう状況で、もうちょっとインバウンドを含めて、まあ、盛況になっていただけたら、まあ、そこまでは我慢するしかないのかなっていうような。これはマジックそのままのマジックの容器なんです。この先だけちょっとふりかけ用に仕様を変えさせていただいて、で、まあ、あのふりかけということで、あの中国ってこんなのがないですので面白い。ご視聴ありがとうございましたけど。